ライダーの耳をハックする転売のバイクレディオでございます。いつもご視聴ありがとうございます。ローリオンでございます。いやー、皆さんね、バイクメディアってね、よくね、目にすると思います。SNS とかね、ヤフーの記事にも最近よく転載されるようになってるのかな。そうね、ウェブメディアさんで異彩を放つメディアありますよね。俺ね、結構大好きなんですけど、そのメディアはね、ヤングマシンさんです。ヤングマシンって言えばね、スクープ記事ですよ。スクープ記事ね、あのスクープ記事ね、真顔は分かんないけど、ドキドキしますよね。そしてね、ワクワクしますよね。今回のね、転売のバイクレディオはヤングマシンさんをローリー青の視点、ビジネス視点で切りたいと思います。それじゃあね、始めましょうか。あのね、ヤングマシンさん、俺ね、先に言っときます。俺ヤングマシンさんと一切交流もないです。ないです。なので俺視点でね、切ります。どう切るのかというと、ここ重要なんですけど、ヤングマシンはトースポなのか。みんなね、多分ね、ライダーの方はヤングマシンさんのスクープ記事を見て、トースポかいみたいに、ね、思ったことあると思います。それをちょっとね、検証しようかなと思います。まあ検証といっても、俺の頭の中とかね、ビジネス視点でね、ヤングマシンはトースポなのかっていうね、検証してね、答えを導き出そうと思うんですけど、まずね、トースポ、皆さんトースポご存知ですよね。あのコンビニとか売ってるでしょ。昔はね、駅にキオスクがあって、キオスクにね、トースポビャー並んでてね、俺プロレス好きなんで、まだこんなスマホ時代じゃない時はね、よくね、トースポ買ってました。プロレスの情報を瞬時に仕入れたくて。で、トースポって言ったら、要はスポーツ新聞ですよ。スポーツって言ってもね、競馬とかね、ボーとかいろんな情報あるんですけど、トースポもね、マジっていうような情報をね、一面にバーンって出すじゃないですか。で、それにつられて買っちゃうとかね、トースポね、こう折り曲げてね、新聞売ってて、こっちとね、こっちの文字がね、うまくくっついて、コンビニとか行くとね、この状態で見るじゃない、その時の文字がね、って思ったりしてね、ついつい手に取っちゃうね、トースポマジックね。で、それとね、ヤングマシンさんは一緒じゃないのかって思ってる方いると思います。それはヤングマシンのスクープ記事ね、こんな車体が出るんじゃないのかっていうのがね、よくね、バイクのね、まあ、SNS をね、賑わしてるじゃないですか。あれ見てね、ドキドキワクワクするんですけど、だしてね、トースポね、そういうね、トースポっぽいな、トースポだから、まあまあいいよいいよ、嘘か本当かわかんないけどね、許されてるじゃないですか。でも実はね、トースポって、ちゃんとしたね、スポーツ新聞です。例えば野球のこととかね、サッカーのこととか、プロレスのこととか、かなり詳しくね、取材されて、それをね、きちんと書いてます。ね、2面以降ね、書いてます。ね、ヤングマシンさんのスクープ記事。スクープ連発してますよね。こんな車体が出るんじゃないのかと。で、ヤングマシンさんも、あのスクープ記事以外ね、バイクの情報とかね、レビューとかね、バイクの用品のことがいろいろ載ってるんですよ。その記事ね、マジでね、秀逸なんで、あー、さすがメディアだなって思います。そういう記事がね、たくさんあります。だから、もうトースポっぽいっしょ？で、そのね、スクープ記事ね、ちょうどね、2月の17日で、これ、このラジオの配信わかんない、1ヶ月後ぐらいかもわかんないですけど、2月の17日もね、わーっと驚くようなね、スクープ記事に載りました。それはね、川崎の、400cc のバイク、Z900RS って大型のバイクがすげー何年も人気で、それの 400cc 版がいよいよ出るんじゃないのかと。それは FX なのか、ゼファーなのか、みたいなね、記事がありました。でもこう出てると思いますけど、それでね、ザワザワザワーっと、ヤングマシンのスクープ記事だろって思いながらも、ちょっと心のどっかでザワザワザワっとしてるはずなんですよ、ライダーの皆さんね。特にね、俺より年齢の高いね、5、60代、70代のライダーの方は、おーってなってると思います。で、このね、ヤングマシンさんのね、スクープ記事ね、要はあの、記事をずーっと読むと妄想なんですよ。妄想記事。あ、もちろんね、皆さんね、ご存知だと思います。ヤングマシンのスクープ記事は妄想記事だと。でね、読んでいくとね、必ず最後に断りの文章がありますと。で、それがね、まあ、こう、出てると思いますけど、あのね、この記事の、神聖性ね、真に、誠に正しいね、神聖性は、保証していませんと。この神聖性って何なのかというと、神聖っていうのは、本物であるとか正しいであるとかっていう、言葉です。で、読んでいくとね、この公開した後ね、時間の経過とともに、この記事に不備があるかもしれませんと。とかね、いろいろね、こう最後に書いてるんですよ。それまではね、もっともらしくスクープ記事だって出してんのに、最後にね、てへーみたいな、なんちゃってみたいな感じの断りが必ずスクープ記事にはあるんですよ。
ね、気づいてないかもわかんないですけど、いやだからこれは妄想記事ってことですよ。予測記事ね。で、なんでね、このね、予測記事を連発するのかと、ヤングマシンは。これ、トースポもそうです。冒頭に言いましたけど、トースポも一面ね、見える部分。ここにキャッチーな言葉、キャッチーな画像が出ますと。で、これなんで出るかっていうと、今は、まあ、気をつけないからコンビニで、トースポを買うじゃないですか。まあ、買わない人の方が多いかもわかんないですけど、おっさんはたまに買うんですよ。そのね、トースポ、そこが勝負なんですよ。そのスポーツ紙が並んでる、その売り場、コンビニのね、入り口入ったところに、だいたいあるじゃないですか。そこの、このね、折りたたまれた、ここが勝負。ここで、来店したね、方のね、注意を引いて、さっと抜いてもらって、レジまで持っていく。これがトースポの売り上げ。これマーケティングですよ。だからアパレルで言うと、店頭と一緒ですよ。店頭に売り場をいかにキャッチーにして購買意欲を高めるか。そのために、ポップっていうのがあります。お店はね、例えばうちの、ジーンズ、例えば WGB だったら、暴風ジーンズね。このジーンズ暴風ですみたいな、バーン出して、商品がバーンって並んでると。それです。そのね、ポップ。ポップをトースポは、紙面のね、この一行折りたたんだところで見せてると。で、ヤングマシンさんのスクープ記事もまさにこれなんですよ。キャッチね。アイドマでも言いましたけどね。これ超重要。物を売るには。まあ、ヤングマシンさんはね、物も売ってないんですけど、何が売りかというと、バイクの記事じゃないですか。それによってね、広告を集める。で、ヤングマシンさんね、まあ、ウェブで展開されてますけど、そのね、ウェブっていうのは、インプレッションね、PV ね、超重要なんですよ。ということは、このね、スクープ記事、妄想記事ね、まあ、ちゃんとお断りを入れてね、要は遊びの記事、妄想記事で入ってくる。その後に、ヤングマシンさんの冒頭言いましたけど、スクープ記事じゃない記事はめちゃめちゃちゃんとしてるんですよ。ちゃんとね、取材して、ソースもしっかりしてて、ちゃんと書いてる記事に飛ばす。理解を増やす。で、その中に広告が仕込まれたりして、広告主さんは喜ぶんですよ。これすごいっしょ？すごいんですよ。ヤングマシンさんのこのスクープ記事っていうのは、ヤングマシンのウェブのインプレッション PV を上げる入り口、キーの一つなんですよ。すごいなと。でね、ここまで来ると、まあ、みんなわかってるじゃないですか。スクープ記事、はいはい妄想ねって言いながらも見るじゃないですか。そのあたり必ずね、ヤングマシンさんのね、そのスクープ記事の下には、ちゃんとした記事がね、バナーがあります。何個も。そっからね、関連のとこに飛ぶんですよ。そうすると、ちゃんとした記事になります。例えば、その、FX なのか、ゼファーなのかっていうのもありますけど、まあ、Z400RS 出るか出ないか知らないですよ。知らないけど、その記事の下には、Z900RS とかね、川崎のね、他のバイクの頃とか、それに付随するバイク用品のことが載ってるんですよ、ちゃんと。すごい、この仕掛け。すごいんですよ。もうね、ここも、ヤングマシンは、トースポですよ。もう、同じ手法してるなと。でね、普通だったらスクープ記事ね、ブーイングなんですけど、トースポもね、ヤングマシンも、まあ、例えばスポーツ誌だったら、まあ、トースポね、はい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 ってなるじゃないですか。で、バイクメディアのヤングマシンさんも、まあ、ライダーとかね、はい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 ってなるんですよ。これね、はい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 って思わせてる、このスクープの継続性ね。これがね、突然単発でね、ポーンと出たら、なんだよってなるんですよ。それもね、初めはブーイングがあったかもわかんないです。なんだよ、妄想記事かよって。でもそれを続けることによって認知されるんですよ。これがすごい。もうビジネスとしてね。これはね、俺アパレルやってて、まあ自分の商品売ってるじゃないですか。やっぱりまあアパレルなんで、メーカーなんでね、責任あります。製品にも情報にも責任があるんで、事実と異なることを言えないけども、妄想ね、それは言っていいんじゃないのかなと思う。特に SNS を使ってね、俺もね、SNS でね、商品開発の速報とかを流したりするんですけど、それはね、できるできない、わからないけど、情報を流したりします。もうやってることヤングマシンさんと一緒っすよ。それでうちは、事前に興味を引いて、半年後、1年後にその商品が出る、その過程を、YouTube とかでね、見せてるんですけど、まあ、ヤングマシンさんも一緒ですよ。トースポも一緒、やり方は。でね、俺ね、ヤングマシンさんがすごいなって思うのは、このね、スクープ妄想記事もね、連発するんですよ。ね。ね、ちゃんとしたね、しっかりした記事に飛ばす仕掛けになってると。例えば、スクープ記事はそういう装置なんですよ。でね、スクープでね、大体なんか往年の、いわゆる旧車を、また復活するかもっていうような記事結構多いんですよ。それは、バイクに乗られてるね、ずーっとバイクに乗られてる方とかね、まあ高齢のね、方ね、免許の保有者が一番多いんですけど、50代以上ね、そういう方に、注目をしてもらう。そういう人の購買意欲と興味を喚起してるんですよ。
でね、まあそれはそれでいいんですけど、でも俺みたいに42歳でバイクの免許を取って、それまではバイクに全く興味がなかったわけですよ。だからバイクの知識っていうのは、だぶっこみのタクとかバッドボーイズとかね、まあ不良系の漫画とか、あとはチャンプロードとかね、そういうなんでなんとなく知ってるんですよ。で、例えば FX とかね、ゼファーとかね、中身はわかんないけど耳はわかるんですよ。あ、聞いたことあるんですよ。で、それで、例えば今回のね、まあ例に挙げたね、このスクープ記事ね、出てるじゃないですか。FX かゼファーか Z900RS みたいなね。そしたらね、あ、ゼファーって何なんだろうとかさ、FX って何なんだろうって言って、スマホで検索するわけですよ。そうすると、そのね、FX かゼファーの、まあ川崎のバイクの歴史にたどり着いて、それを見るじゃないですか。そうすると、興味が湧いてくるんですよね。湧きません？あ、な、へぇ、ゼファーってこんなんなんだとかさ、FX ってこうなんだとか、例えば、カイってこうなんだ。じゃあ、それらにね、バイクのね、ディティールってどうなんだろう、違いはどうなんだろう、じゃあ、年代によって何が違うんだろう、これは海外用なの、これは国内用なのとかね、いろいろあるじゃん。タンクの形はどうなんだろうとかね。もちろん、排気量もありますしね。だそこら辺を調べるってことは、バイクへの造形が深まる、興味が深まるってことですよ。だからヤングマシンのねスクープ記事っていうのは、俺みたいにバイクにあんまり興味、今でもそんなに興味はないんですけど、そういう超にわかライダーの、好奇心をねくすぶるんですよ。それでね覚えるんですよ。っていうことは、まあこれもね川崎さんのブランディングの一つだと思いますし、そうすると川崎ってこうなんだってブランディングができるんですよ。あ、じゃあ次買うときはちょっと川崎のバイク買ってみたいなって思わせたら、ヤングマシーンは成功なんですよ。なぜならバイクメーカー、車体メーカーが広告主のことが多いからです、バイクメディア。だからここがね上手だなって思って、もう妄想記事ねから始まり、ちゃんとヤングマシーンのちゃんとしたソースの取材した記事に飛ばしの、そっからねバイクの興味を引かせの、バイク欲しいなと思わせの、広告主であるバイク車体メーカーさんの売り上げに貢献しのみたいなね、これやばくないですか？俺ね、ちょっとね、このヤングマシンのね、スクープ、ちょっとね、いろんな、このラジオ収録する前に、うちね、台本はないんですけど、結構調べるんですよ、いろんなことを。いや、すごいなと思って。このラジオでもね、よくね、マーケティングのことをね、言ってますけど、まあ、繰り返しになるんですけど、すごくね、マーケティング、特に、売る、メディアなんで記事を読ませるね、っていう仕掛け。これは、あっぱれだな。いや、まさにね、ヤングマシンは、トースポだと思いますよ。マジで。ただしね、トースポとね、違う点があります。それはね、さっきも言った、にわかライダー、俺みたいなにわかライダーにバイクの知識をね、植え付けることがで、要はね、学習装置なんですよ。このスクープは。で、バイクにハマって、バイク業界にどっぷりと。すごいでしょ？だからトースポ超えですよ。ヤングマシンはトースポを超えてるんですよ。スクープ記事はね。だからこのね、ヤングマシンの妄想のスクープ記事。これは、売るっていうことね、と、教育っていうことの、これ、二つを実現する、マーケティング装置ってことですよ。あっぱれだな、ヤングマシン。いや、ヤングマシンのね、スクープ記事ね、大好きなんで、俺。ぜひね、ヤングマシンさんにはね、どんどん妄想してね、俺みたいなね、こう、にわかライダーに対して、バイクのね、知識をね、植え付けてほしいな、なんて思ったりします。まあね、こういう人にね、世の中の事象とか、まあメディアの記事とかね、まあ他にもいろいろできるんですけど、少しね、こうマーケティング視点ね、情報を鵜呑みにするんじゃなくて、それもね、例えばまあバイクの情報じゃないですか、ヤングマシンさんのスクープって。バイクの情報視点だけで見るんじゃなくて、いろんな視点ね、まあ俺なんかはマーケティング視点とかビジネス視点とかで、よくね、一回考えるんですよ。一回情報を得て、考えて、いろんな視点で考えて、あ、そういうことなんだ、ということで、一つの妄想記事がね、妄想記事じゃなくて、そこからね、いろんなことを学ぶことができます。これなぜね、こういう話をしたかというと、今ね、SNS、ウェブ時代なんで、そこに出てる情報はね、正しいか正しくないか分かんない。ヤングマシンは妄想です。正しいか正しくないかは時間の経過で分かるんですけど、そのね、情報のね、
正しいか正しくないかっていうのを判断する材料として一旦自分で考えて分析するっていうことを、まあ、ライダーだけじゃなくてもね、そういうことをねしてほしいななんてね、45歳のおじさんは思っております。まあ、これあんまためになるのかな。でも俺はね、宣言すると、ヤングマシンさんのスクープ記事はどんどん見ますということで、皆さん良きバイクライフを。それじゃあ来週も聞いてね。ローリー青野でした。